チャオ、あっちゃんです。今日大晦日12月31日の10時21分です。今から朝ごはんやけど、今日はね、朝ごはん動画を撮るか撮らんとくか迷って、もうどうでもいいか、もうどうでもいいかってことないんだけど、お正月ね、新年もう相変わらず朝ごはん動画を出すのかちょっとどうしようかなと迷っとって、ね、で、まあ一応撮るだけと思う。もう作ったのは昨日の残り物にね、あのチーズを乗せたんと、今日はね、こっちに生姜を入れたん。生姜、ジンジャービネガートマトジュース、いただきます。うん、美味しい。タヌキがね、朝から入ってきて、6時、7時になってなかった、ね、6時過ぎぐらいやってん。タヌキのゴトゴトなっとったから、もっと前から入っとったんやと思うんだけど、ゴトゴトなって、いただきます。お、ね、うん、で起こされて、でちょっとかわいそうやから餌あげてね、寝床作ってたん。寝床じゃないところで寝てた。あまりにもかわいいからじっと見てたりしてね。で布団かけてあげようかなと思って、シャツを上からそーっとかけたらびっくりして飛び上がって逃げてしもって、かわいそうなことしたなと思って、またちょっとしてずっと見とったら、また戻ってきて、この上ちょこなってそうやって寝てんのよ。名前も可愛いから寝顔見とったらこんな時間なんだよ。何時間たぬきと戯れてんねん。暇じゃないねんけど、うん、たぬきかもとり暇ないねんね。大晦日に何をやってんだか。でもかわいい。飼いたいなと思うけど、野生動物は飼ってかないしね。動物飼いたいなと思ってしまうんだけど、動物飼うの不安やし。こうやってね、野生動物と遊ぶのが一番です。囲まれんようにしない。座った家なでも臭いのよ、おしっこは。うん、おいしい。もう多分できたかわいそうやもんな。いいねがいっぱいつく。あとで動画撮ってみようかな。撮れるかな。35.7 度、体温下がってる。ビタミンってね、柿とかリンゴがあるから食べて、うん、その時にも一切りあげようかな。あの時はフルーツ好きやからね、リンゴとか好きみたい。パン食べて、ハム食べて、あ、パン食べて、安納にも一切れ食べて、水飲んで、お腹いっぱいになったよな。あの、捨てようと思ってね、置いてあった服、服はね、普通のゴミの日に捨てられへんのよ。服の日に捨てやなあかんねん。だから、置いてあった袋の上にちょこんって座って寝て。かわいいね。くるりんってなってね、
な人間の家に勝手に入ってきてね、何回もあっちゃん降りて行ったり登ったりしたり触らへんけどね、近くまで行っても警戒心ほとんどない野生のタヌキって珍しいよね。こんだけ心近づいてくれたんかな。人間もこれぐらいすなやったらいいんだけどね。人間の方がね、めっちゃ美味しい。これの残りだし、ポン酢にマヨネーズだけね、なんかね濃厚なバターみたいな味がする、ね、鶏の油と混ざってるからね。ジンジャートマトジュース美味しいな。どっちかっていうのね、今日は体温上げてくれるし、そうまた体温下げる。何も美味しい。何て言うかな、ということでね、今日のあっちゃんの朝ごはんは今日大晦日2020年最後のあっちゃんの朝ごはん、昨日の残り物、鶏、まあ、あっちゃんといえば残り物、そして鶏肉、はい、あの集大成です、はい。多分最後の晩餐鶏肉食べてる。あっちゃんの最後の晩餐は昨日作ったものの残り物の鶏肉。悲しい。まあ何でもいいけどね、まあそんなのでもいいけどね、タヌタヌちゃん、またちょっとタヌタヌちゃん見ていきます、はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。またね、お機会しよう。あ、2021年、この動画がね出たらね、出るか出ないかまだ分からへんね、もし出てたら、あ、出したんやなと思ってください。はい、2021年もねこんな感じにね、相変わらず食べ物動画、あっちゃんは朝昼晩ご飯を食べたら動画に出します。それであとまたいろんなお話したりいろんなことするんでね、2021年も相変わらず付き合っていただければ嬉しいです。はい、ということで、はい、今そんなこんなで今日のあっちゃんの朝ごはん動画この辺で終わりにしたいと思います。2021年もこれからもよろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。2021年、いろんな応援コメント待ってます。チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。で、高評価忘れずによろしくね。ではまたね、バイバイ。